ヴァンパイアの木。いえいえ、そんなヴァンパイアじゃありません。大好きですが、他のヴァンパイア。ワダラハラの町に19世紀に町恐怖すぎました。人々は夜に出ませんでした。人々は死ぬことが怖かったです。誰かもは安心じゃなかったです。最近動物が死にました。後に人が死にました。人々は人間状な化け物に迫りました。全部は外国人の来る時に始めました。人々は外国人が向かうことに慣れていましたが、この男は違いました。イギリスの伯爵だと思った人がいましたが、他の人はヨーロッパから来てお金持ちの男だったことだけをしていました。町に住むためにアシェンダというところを買いましたが、絶対に太陽があった時に家から出ませんでした。不思議で人が好きじゃない男でした。服はいつも黒かったです。そして町の祭りやパーティーへ行きませんでした。彼の周りにいる人は気持ち悪いと思いました。それでも我慢していました。急に死んだ動物が現れ始めました。みんなはその動物が病気になったと思いました。でも体に忘れにくいことがありました。体に血が全然なくて、首に二つの穴が見えました。それでも人々は無視したですが、後で人が続く始めました。数週間、子供も男も女もいなくなりました。いなくなった人の体を見つけた時は、その体も血がなくて首に穴がありました。その時、町の人たちは自分の手でリベンジをすることを決めました。怖い日常はもう嫌になって、この状況も続いてほしくなかったんです。村の人は夜に犯人を見つけたために集まりました。その時、悲鳴が聞こえました。誰か大きい声で、助けてと叫びました。人々は走りました。そして不思議な外国人を見ました。彼は暗殺者でした。人々が彼は吸血鬼だと思いましたから、外国人の心に気の食いを打ちました。数ヶ月後、ヴァンパイアの宝石で木が生まれました。毎年大きくなるとき、もう少し石が壊れています。伝説によると、木が落ちたら、それとも全部の石が壊れたら、ヴァンパイアがもう一度市民にレベンジのために戻ります。今ヴァンパイアの墓石はエルパンティオンデベレンというワダラハラの墓地の中にあります。夜にこの墓地の中でたくさん怖い物語が聞けますが、一番著名な物語はヴァンパイアの物語です。今までその木を食ると少し血が出ます。ぜひヴァンパイアの木を見に行ってください。